はようございます、小松オープン2022年初日が始まろうとしております、はい、今日もバンカー練習からスタートしております横田慎司、コースはですねとてもティーショットが難しく、油断するとすぐOB の危険性がはらんでるという形でとても難しいです。無事故無違反で行くのが非常に難しそうなコースで、昨年の井戸木さんが優勝した時のスコアが17アンダーと、まあ、距離が短い分、ドライバーがうまく全部決まればビッグスコアも出るというコースでございます。そして2日目の、ドライビングディスタンスやイーグル賞など、おまけの賞もたくさんあるので、やる気がとても出る試合でございます。本日のペアリングは、芹沢信夫さんと高橋克典さん、どちらもグランドシニアの大先輩のお二人です。球場で打っております。後ろが水巻さん、赤いパンツが高橋克典さんですね。そしてその後ろに、今週、今大会シニアデビュー戦の宮本勝正選手がおります。シニアツアーも戦国時代になってまいりました。さあショットレンジに移動してきました。前で打っているのは日下部光隆さん。日下部さんも実は YouTube をやってます。小松の練習場、ギャラリーの方もたくさん、入場してくださっております。小松オープン間もなくスタートです。スタートハウスのところには三橋さんがいます。昨日はお世話になりました。また仕事。すみません。芹沢さんと高橋克典さんと一緒です。とか3日間で9アンダー、1日3アンダーぐらいでは回っていきたいなと思うんですけど、頑張ってほしいです。18ホール終わりました。横田が奥田誠樹さんに見とれております。奥田誠樹さん、これです。ゆるゆる横田完全に見とれております。はい、はい、ということで、はい、奥田さんからちょっとレッスン受けましたよ、今日は。結構ね、うん、ちょっと奥田さんの背中取るわ。帰っていくよ。素敵な言葉を今日また何個も聞きましたね。神だね、あの人は。うん、ね、神、うん、2ミリで人生変わるで。ここの、ここの2ミリや。わかる。これちょっとまたねやってもらいたいね、YouTube でね。YouTube でね。うん、またやってもらおう。ということで、はい、今日ですが、まあ、結果から言うと、1アンダー。1アンダーですね。終わってみると25位タイぐらいなんですかね。うん。きっと。ここから出ましてね。バーディースタートでした。はい。ですが、うん。なんか、ここは普通のボギーでしたね、3番ホール。そうね。はい。ダサいやつでしょ。はい。
でも、まあ、また5番でバーディー取って、うん、そしたら6番で左 OB ドライバーで、ね、これは僕ちょっと見てて、打つ前に右か左って思ってました。はい、俺もアドレス雑だったなと思って。分かりました。もう どこ打っていいか分かんないから、どんどんもじもじして右向いてっちゃって。あですね、はい、で引っ張って OB でしたね。はい、で、まあ、10番ナイスバーディーでしたね。嘘で、ね、このパー5のバーディー、昨日三橋さんに教わったやつ、はい、全部やってアプローチを、はい、全部 OK バーディー、 OK バーディーでした、ね、この OB ボギーもそのイメージで、うん、そうでしたね。スプーンで打ち直して、そうで、そこからピタッと寄せて、そう全部お先ぐらいの距離でしたね。そうで、まあこんな感じ、うん、で、もう今日なんかボール、はい、もう12番ボギー打ったとこ、ええ、そこも暫定2発って、どっちとも OB かもしれないみたいなやつを、ギャラリーの方がね探してくれ、見つけてくれて、2回探して、で9番ホールも、あ、18番ホールも左に OB、ね、はい、ギャラリーの途中は今度地にカーンと当たって、左のラフに当たった、カーンと当たって、左ラフ一生懸命探したら、水巻さんが前からね、逆逆っつってね、うん、水巻さんにちょっと、そうね、ちょっとなんか送んなきゃいけないね、俺の品、はい、まあなんか6打得したね、6打人のおかげで得しました。ファンの皆さん、テレビの皆さん、ありがとうございました、ね、水巻さん、ありがとうございました、本当に、はい、ね、だそんななんかね、最後バーディー取れたら、本当みんなで取れたバーディーだったんですけど、惜しくもねパーということで1アンダーでフィニッシュでした。そう、うん、で昨日ほら三橋さんに教わった、はい、ダウンの切り返しが、うん、やっぱりグッと近くなっちゃってる、ね、あそこが手元低いっていうのと全くまた一緒のことで、うん、そしてそれやっぱりすごい重要なこの切り返しの2ミリ、うん、また奥田さんがまた決定的なことを教えてくれたね、うん、これタスクさんって、ね、物理の原理原則を教えてくれる、はい、僕もいっぱい話聞いたことあるけど、あの人が世界一や言っとったね、天才や、天才や、証拠ズーン突きつけられた感じや、ここが海老原さんはこう落ちるけど、ここがわずか分かる、この2ミリね、その2ミリの違いが人生変えるということでしたね。そこだよ、もう、うん、俺多分これまた奥田さんから教わって、すげえ三橋さんの言ってるのもすげえよかった、こうやってこういくからこういったら下がるでしょっていうのと一緒で、うん、さあ、まあ入るようになってきましたよね、その悪いライからでも。今ダメよね、この2ミリちょっと、ああ横尾さん、まあやっぱそれ、そんな感じの部分で、うん、その動きからのドライバーに変わってくると思うんですけど、うん、どうですかここのティーショットは。ダメよ、どうダメな時どうなるかちょっと教えてもらっていいですか。ダメな時は、はい、今日のその6番はドライバー持ってあの左向いてたんですけど、どんどんもじもじ右向いてってボールが中に入りましたね。多分やっぱ左直感的に嫌だからどんどん体右向いたと思うんですけど、右にも危ないところがあるじゃないですか。だからもうそんでこう言って右もやべえなってこうなって、で手がツリーンって前に出てこっちで、はい、だからなんかこう左向いてる時のミスショットって生きてくる、なんか生き返るんですよ、うん、1番ホールのセカンド、うんうん、スプーン持って
しっかりボール左に置いて横さん左向いて構えてたんですけど、出だしの頃はちょっと遊びに言われてちょっと気にしてるのは、はいはい、調子悪くなると全部右に置き出してこうなるっていうのは実は気にしてんのよ、うん、だちょっと左にあんまり右に置かないように、ドロー打つ時も、うん、あんまり右に置かないように左に置いて、うん、ドロー打つようにしてんの。そうで、なんかスカーンって左に引っ掛けてもスライスして生き返ってくるじゃないですか。そうそう、やっぱりここの2ミリが、うん、多分左に向いてるとおとなしくこうやってほら動くけどね、動くけど、うん、右向いちゃうとこの2ミリが、うん、こっちにこここう動きから、ね、うん、こう動くとクラブがパターンと寝るから、うん、これ同業が見てると嫌だな、この気づかれる、これが大事だってのはあんまり同業には教えたくないな、うん、なんで結構見てるからな、シニアの人たちよく見てますよねいくつ良くなったんだろうってせっかく小倉さんにいいことをさってるのに、やっぱいいよね。なんで明日はそこを気をつけて、ちょっとね、一流はグリップエンドが上がれないってやつですね。はい、やって明日はさらっと4アンダー5アンダーよろしくお願いします。2アンダー、はい、もうグリップエンドの2ミリで、うん、あので今日はパター入んなかったから明日入るでしょ、うん、ね、ということで、はい、明日も頑張りましょう。頑張ります、はい。横田も奥田さんと同じことやってる。明日も頑張ってほしい。当てて、これでもバンカーおるな。